ここからは実際に介護を利用する場合、まずどうすればいいのかお話を聞いていきます。池田さん、はい、皆さんおっしゃられるそうですが、どこにまず相談していいかがわからないということで、うん、まず介護を考えたら、そう、地域包括支援センターへのお問い合わせです。池田さん、まずここからがスタートになるわけですね。そうですね。ただ多分ここにたどり着けない方が多いんですよ ね、 すね、はい、池田さんみたいにこう周りにあの知り合いの方がたくさんいらっしゃったりとかすると情報が入ってくるんですけど、まずこの地域包括支援センターの存在自体を知らないという方も多いと思います。その地域自治体の介護のお悩みだったりとか、地域の方の助けになるようなところの中核の組織なので、まずはもうとにかくここに相談をしに行けばですね、専門のプロの方たちが、あ、じゃあ、あなたの状態としては、こういう機関にご紹介しますねっていうところを、そこからまた紹介していただくっていう形になります。なるほど。お住まいの地域 の、 あの介護長寿課とか市役所役場のそういうところにまず相談をしたら、こういうところにつないでもらえますよね。そうですね、はい。さあ、ここに問い合わせをしたらどうなるのか。地域の介護支援専門員ケアマネージャーを紹介と、でケアプランを作成。こちらは池田さん、どういう流れでしょうか。はい、この介護支援専門員と、まあ、ケアマネージャーという方が多分聞き、ね、耳なじみはいいのかなと思いますけども、このケアマネージャーの方たちがその方に合った、福祉サービス、介護サービスの方を、はい、ケアプランという形で組み立ててくれますので、まあ、まずその地域包括支援センターへ問い合わせいただければ、要介護認定を持っている方だったらもう直でケアマネージャーの方につながれます、はい。介護認定を受けてない方だったら、まあ、その方に応じてですね、あの介護認定、ここですね。そうですね、要介護認定の調査申請というところのアドバイスをしてくれるので、はい、まあ、結果として、そのケアマネージャーにつながったり、その結果で要支援の方、要支援 1,2 の方は引き続き包括支援センターの職員さんがこのケアプランを作ってくれたりっていう形で動いてくれます。なるほど。これ梅ちゃんはこの流れをご存知でしたか。うん、全くです。うん、本当にその包括支援センター初めて聞いちゃいました。いや、本当私もなんですよ。うん、本当に恥ずかしながらやっぱり知らないっていう方が多いんですね。うん、そうですね。相談をして、また加えて気になるのがどんな施設があるのか、そしてどんな支援を受けられるのかというところです。こちら施設の種類、サービス内容ということで、池田さん、今回4つにこれ分かれてますね。はい、で、まあ、まずあの自宅で利用するサービス、自宅で生活をしながら必要な時間で、はい、ヘルパーさんに来てもらったりとかっていうようなサービスですね。はい、で2番目があの施設に通所したり、宿泊、短期で宿泊したりとかですね、するサービスだったりとか、あと、まあ、うちみたいなこう入所施設だったりとかですね。あとは在宅に近い、暮らしで利用するサービスというところで、まあ、高齢者の方々と、共同生活をしながら、リハビリをしたりとかですね、そういうこともできる、ということになりますね。あとはここが福祉、福祉用具ですね、住宅改修といって手すりをつけたり、スロープをつけたりっていうのを介護保険の中で、お金がですね、経済的な支援のもとで受けられるっていうようなサービスになります。かなりそれぞれ皆さんに寄り添っていろんな形で細かく支援の種類が変わってくるんですね。はい、そして知っておくのの一つとして、またどんなあのサービスを受けられるのか、続いてこちらなんですが、実際にこの1日のスケジュールということで、池田さんのいらっしゃる施設の利用者さんが1日こういうふうに過ごしますよという内容でまとめてみました。まず8時にお迎えいただいて、で施設の中での健康チェック、まあ、入浴があったりする方もいらっしゃいますよね。はい、でアクティビティというのはこれはどういうことをされるんですか。そうですね、あの、この日はこの方は入浴がないですよとか、他の方が入浴されるてる時に、ホールにいますよという時にやっぱ手持ち無沙汰にならないように、例えばスタッフが新聞をですねこう読んで、その日あった出来事とかっていうのをこう皆さんとお話ししたりとか、あとラジオ体操したりとか、あと作業療法的にこう塗り絵をしたりちぎり絵をしたりとかっていう形で、はい、過ごしていただいてます。
また聖ではこう利用者の方だったりそのご家族に寄り添ったお願いを叶えてあげたり行きたい場所に連れてって差し上げたりそういった取り組みもされてるんですよね。そうですね、9月にうちの施設のお祭りがあるんですけどもその抽選会の景品としてあなたの夢を叶えましょうっていうのをどっかで聞いたような番組のです、ね、その番組よりも、うん、もっと前にうちが出したんですよ。こっちの方がルーツ真似されましたね。当たった方の、丸一日使ってですね、うん、やりたいことをプロデュースさせていただいたりとか、そんな夢のようなあったんですよね。あ、そうですね、旅行支援の方もやってまして、例えばもう要介護状態になって車椅子の生活だとか寝たきりになりましたっていう時に、どこかにこう行ったりとか、っていうのを諦めてらっしゃる方とかもいらっしゃるんですね。でそういう方の支援もしてて先日はですね京都の方に95歳のちょっと重度の心疾患を持たれている方でもうご自宅が京都にあってでもう諦めてたっていうところでご家族様からダメ元でお願いをしたっていうところでお話をいただきまして、まあ、ただ旅先で何かあって、すぐ対応できるようにこちらの主治医の先生に情報提供書を書いていただいて、旅先の病院を全部チェックして健康チェックをしながら、排泄のお手伝いさせていただいたりとかをしながらという形で、はい、ご同行させていただきました。もうこれ本当に夢プランですね。旅行やっぱり一番最初に旅行は諦めちゃうんですよね。そうですよね。いっぱい連れて行きたいと思いながらもやっぱりもう歩くのが難しかったりとかいろんなところで大変になった時に自分たちが対応できないだろうと思って、うん、諦めちゃいます一番に、まあ、施設の方だったり本当その地域包括支援センターだったりそういったところでも願いとか思いとか叶えたいこととか、うん、そういうのをスタッフの方にお話ししてもいいんですよね。そうですね。池田さんが考える今後の介護について大切なことってどういうことですか？はい、まずはですね、ご家族とか周りの人と自分の人生の最後とかについてしっかり話し合うことっていうところが、まずは優先になるんですけども、はい、あとはもうちっちゃな悩みでもこの地域包括支援センターに相談していく何でもいいので、相談していただきたいなと思います。で介護現場においてはこの先ほど申し上げた希望輝き感動に私たちが変えていかなければやっぱりこう介護のネガティブなイメージっていうのをポジティブに変えていってで、その地域で生活される、まあ、子どもからお年寄りの方までが安心して生活できるような社会の創造っていうところを私は目指していきたいと思ってますので、まあ、こういう情報をですねこちらからもどんどんこう発信していく伝えていくっていうところも大事にしていきたいなと思ってます。梅ちゃんもイメージはいかがですか？介護に関して変わったんじゃないですか？だんだんと近づく年齢にもなってきているので、うん、まず自分だけが納得するんじゃなく、まあ、そういう父親とか母親で も、はい、もう納得一緒にみんなが納得して円満にこう進んでいったらいいなと思うので、はい、こういう知識って本当にいいんだなと思いました。防災と一緒でやっぱり何もないうちに、うん、もしかしたら元気なうちにこういう話をしておくっていうのがすごく大事なんだなと思いますよ ね、 ね、うん、今これを見てくださってる皆さんご家族と一緒にいますか？よかったら介護についてお話ししてみてください。今回はエンディングノートアドバイザーの有限会社聖池田さんにお話を伺いました、はい、池田さんありがとうございました。ありがとうございました。さあママテレエンディングは美味しいお店、今日はミカちゃん紹介してください。じゃあ皆さんお願いいたします。お願いいたします、はい、今日ご紹介するのは6月にオープンした新富町にあるおにぎり屋さん宮本おにぎりです。もうおにぎり屋さんって聞いただけで嬉しい ね、 ワクワクでしょ、うん、さてこちらのお店はですね安心安全なお米を多くの人に食べてもらいたいという強い気持ちから有機米を作り続けていることです。でこちらのおにぎりはそんなこだわり抜いた宮本さんのお米で握られています。
宮本さん今から紹介しますって中継なの。いきますよ。まず最初もおにぎりといえばこちら高菜です。高菜の葉でこの巻かれたおにぎり、高菜の塩加減がねお米の甘さを引き立ててくれてるんですよ。最強だよ、大好き高菜ちゃん。高菜ちゃん、さあそして次は固有牛しぐれ煮です。あら、これまた食欲が進みますわよ。牛しぐれ煮、ね、もうなんか甘辛くね。しぐれって素敵な言葉じゃないですか。いや、よく分かってないでしょ。そしてこちらたくあんクリームチーズ、もうみんなどっちに行っちゃったら分かんないっていうぐらい、たくあんとクリームチーズ、そう想像できないでしょ。だからできない人は食べてみなさいよっていうちょっと喧嘩腰になっちゃうんですけど。ちょっと上からですね。そうなんです。他にもね豚汁とかも、ね、ありますので、本当にフィットする夏を皆さんちょっと味わいましょうという。いや本当にあの、うん、夏の疲れってやっぱご飯おにぎりってね本当パワーつきますしね、うん、そうここですね。そう、宮本さん、はい、よくできました。私でした。あ、自分がよくできましたってことね。そうです、はい、はい、ありがとうございました。さあ今日はね、まあ、介護のお話、まあ、ちょうどお盆時期ということでご家族でね、うん、ご覧になってるかなと思うんですけれども、結構でもお若い方でもね、うん、あの自分の子供たちのためにって言ってなんかつけてらっしゃる方、エンディングノートとかいらっしゃるし、自分の人生を見直すってもうだいぶ後になっちゃうと、うん、もう記憶を失っちゃうから、ね、もう最近全然覚えてないのよね昔のこと。出来が早いうちに子どもの成長記録と一緒に自分のそういうこととかもつけておくといいですよね。本当何でも準備するって大事ですよね。本当あの行政サービスってこう普段あんまり意識してないし、うん、何かの時しか節目の時しか行かないけれども、はい、やっぱりこう行政サービスはしっかり受けられるってことと、うん、その中身をしっかり分かっておくことって暮らしに本当に役に立つんだなって今日は改めて思います、うん。皆さんもぜひご家族で話してみてください。ではまたママトレ次回元気にお会いします。また来週です。さようなら。 Bye-bye.